皆さんこんにちは、越距離夫婦物語ようこそお越しくださいました。今日も、紅葉を見に鎌倉まで行きたいと思います。いい天気です。ちょっとひんやりしてますけども、それでは行ってみましょう。ウォンゴリプグイエギチャロショツビナオヌル나시도좋고그래서가마쿠라까지가보도록하겠습니다자함께가마쿠라에가보죠北鎌倉駅に到着しました。北鎌倉駅へ到着했습니다。初めて来た駅ですけども、とっても雰囲気のいい駅ですね。아주분위기가좋은역입니다。아주좋아요。今日はですね、円覚寺の紅葉を見に来ました。円覚寺라는절에왔습니다。入場料500円です。입장료が500円입니다。
カメラ女子がたくさんいますね。カメラおじさんもいますけど、こうやって紅葉をしっかりと見に来たのは久しぶりですね。
とてもいいです、いいです。中に入ってみるとですね、非常に、奥が深い、広いお寺です。非常に、敷地が広いです。アップダウンも結構あって、結構足腰に来ますけども、まあ景色を見ることで非常に癒されます。遠距離夫婦物語ということでね、いかにこの夫が一人で時間を有意義に過ごすことができるかということがですね、このチャンネルの一つのテーマでもあります。一人の時間をいかに有意義に楽しく過ごすことができるか、そんなところを見ていただければと思います。日本庭園ですね。見てると非常に落ち着きますよね。日本に生まれてよかったっていう瞬間です。私はですね、京都がとっても好きなんですけども、この鎌倉もですね、非常に京都にいるような気分になれるので、とても好きです。北鎌倉はね、今回初めて、来ましたけども、鎌倉は非常にいい街ですね。まだ鎌倉にお越しになったことがない方は、ぜひ一度お越しになってみてください。
一人500円。うん、ね、そこ、いや、いい、ここじゃなかったっけ、うん、大丈夫大丈夫、うん、こうやっていこう、これまた、うん、やばい、綺麗だ。Thank you.
あそこの水のところにさ、サザンカかツバキが置いてあって、ちょっと息を感じる。もう話が全然かみ合わない方。あ、はい。はい。はい、ありがとうございます。飲み終わったら置いたままで。はい、ありがとうございます。抹茶500円、入場料100円、600円でした。抹茶が神戸県、一旦の経験に休みだ。
今日は円覚寺、紅葉を見に来ましたけど、そろそろ帰りたいと思います。